ますよ。ネクストトリー、ネクストトリー、へい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 、はい、で、わお、レッツゴー。Wow. Hey. メガネの欠点、メガネの欠点、メガネに汗が落ちる、メガネに汗が落ちて、ダメだこりゃ。さあ次はどこかろうかな。あの辺はもうちょっと切りたいな。確実に一本の木が見えるようになりましたね。あの2本目まで見えるようにしたいかな。こっちは、前年度の枯れたセイタカアワダチソウがないので、もうちょっと切り進んでいきたいな今のうちに。ご覧のような晴天でございます。ブルースカイトゥデイ、ヤッホ。まあ何にもないですね。研究によれば低い土地の方が高い土地に比べて時間の流れが遅いんだそうで、この辺りは特にもう海抜それぐらいかな、もうすぐ、海面と近い位置にあるので、特に、時間の流れが遅いでしょうね。まあ近い将来猛スピードで、宇宙に行って長い旅をして帰ってきたら、自分の地球にいた自分の息子と同じ年になってたみたいなことは、理論的にはありえるそうです。困ったもんですね。何が困るってね、いろいろあるんですけど、あなたなら何が困りますか。まあでも同じ年でね、ビールが飲めるっていう利点もあるにはありますね。
はい、ここで前々から一回やってみたかった計画があるので実行してみたいと思います。この長い竹よりを利用して、この一番上にカメラを取り付けて俯瞰で自分の畑を見るというやつです。ドローンがないのでこういう方法で自分の畑を撮ってみたいと思います。さあうまくいくでしょうかね。やってみよう。おう、No.